阁下是客人，请您先谈。どうします。今日は大変お忙しい中、私ども甥っ子をお迎えをいただきましたこと、厚恭でを申し上げます。我们应该以中日关系的大局为重，顺应世界潮流，呵护人民的需要，进一步发展。 中日两国的友好合作关系。